近鉄16000系電車。近鉄16000系電車。近鉄16000系電車は、近畿日本鉄道の特急系車両。本校では、造備車のの1 6千0系電車及び、大井川鉄道16000系電車についても述べる。解説の便宜上、本校では、大阪安部屋橋方の先頭車の車両番号、会、フォーメーションイコール編成の略を、 編成名として記述する例も16001以下2両編成イコール16001回。また、近鉄16000系の解説に使用する写真については、大井川鉄道16000系の写真も適宜使用する。狂気線の南大阪線、吉野線向けとして設計された最初の特急用車両で、1965年3月18日から、 大阪安倍屋京吉野ので営業運転を開始した。それまで観光シーズンに運用されていたも5820型によるカモシカ号の代替としての位置づけである。電算記号、編成記号は2.4両編成ともに Y を使用する。第8編成のみ Y08 と Y51 で構成される。1947年の 有料特急運行開始以来、名阪特急を基軸に整備されてきた近鉄の特急運行戦略は1964年の日本国有鉄道国鉄東海道新幹線開業に伴い大きな方向転換を強いられることになった。所要時間、輸送力などの点で圧倒的優位に立つ新幹線の前で近鉄名阪特急の乗客数激減が見込まれたためである。 この問題に対して近鉄は国鉄と競合する名阪特急重視から大きな政策転換を決断した。自社線を独立した名阪連絡路線として機能させる形から東海道新幹線の培養線として機能させる形へと特ネットワークを再構築するという着想である。つまり遠隔地から新幹線で大阪、京都、 名古屋に到達した人々を自社船に点在する伊勢島、奈良、吉野などの観光地へ誘致し、協力極まるライバルである新幹線を自社船の輸送需要喚起に役立てようというものであった。もっとも、この方針転換については、近鉄自身も十分な生産を持っていったとは言い,い、がたい面があった。東海道新幹線開業と同日に、 近鉄が実施した1964年10月1日ダイヤ改正では、上本町、現、大阪上本町、近畿日本名古屋、現、近鉄名古屋の、両ターミナルと伊勢神宮もより駅である、宇治山田をそれぞれ結ぶ境、名医の両特急の増発と、旧奈良電気鉄道証券車からの改造による、間に合わせの特急車、680系沖用し京都、柏原神宮駅、現、 柏シ神宮前間を結ぶ景況特急の中ば、思考的な新設を実施して、新幹線に対する近鉄特急によるフィーダーネットワークの構築を開始した。だが、その一方で、従来の方針を踏襲して、名反抗特急、ノンストップ特急の増発も実施し、その利便性を強化するなど、この時点での近鉄特急ネットワークについての、 近鉄本社の運営方針はやや統一性を書いていた。この特急ネットワークの再構築と名阪特急の強化という二つの相反する方針の成否はほどなく明らかになった。当初6往復、それもアンバランスなダイヤ設定でスタートした京都発着特急はわずか2ヶ月後の同年12月に分け京特急の前を利用した京都近畿日本なら、現、 近鉄なら間を結ぶ、軽な特急往復の設定が、乗客の強い要望によって開始され、さらには、検査時予備として準備されていた、予備特急車までをも、定期特急運用に充当することで、軽な特急を一往復増発、軽強、軽な特急が、交互に1時間間隔で、京都を発着する体制が整えられるほどの活況を、呈した。一方、 名阪特急の営業成績は、東海道新幹線の開業で甚大な影響を被った。名阪間ノンストップの名阪港特急と主要、駅停車の名阪おつ領特急を合わせて1964年前半には、約70%を占めていた中間鉄道輸送シェアが、同年後半には36.8%、1966年には、年間を通じて19%と激減し、 壊滅に近い状況となったのである。このような観光需要の換気策の成功と、名阪特急のシェア急減を背景として、近鉄は自社特急網の新幹線接続重視への再編を本格化させる。その過程で、柏原神宮駅にて、柏原線と接続する、京気線の南大阪線と吉野線についても、京都線。 柏原線と同様の有料特急の定期運行が強く求められるようになった。従来、機関の相違でた路線からの直通不能な南大阪、吉野線系等については、両線を所轄する天王寺営業局の独自施策として1959年8月からの一般社による快速、カモシカの設定、1960年2月15日の 旧伊勢電気鉄道車の改造による専用車も5820系を用いた同列車の観光シーズンを中心とした不定期有料特急カモシカへの格上げさらに翌1961年9月21日にはカモシカの快速への格下げと増発の同時実施など大阪部屋京吉野間を直結する優等列車の運行が模索されてきたそこで近鉄本社は この、カモシカの実績を基本にしつつ、柏原神宮駅での京京特急との接続を、基本としたダイヤ編成とすることで、こと京都を訪れた観光客を、吉野地区へ誘致し、また柏原神宮前での京京特急との、そして京京特急の山と八木での、大阪線境特急との接続をそれぞれ利用して、南大阪地区からの観光客を、京都、奈良、伊勢の、 各地区へ誘致する定期有料特急、吉野特急を新設し、回遊型の観光客誘致政策を本格化させる構想を立てた。この構想に基づき、南大阪線、吉野専用として、大阪線特急車に準じた接客設備を備える本格的な特急車の新造が決定された。当時の大阪線特急車の機関系列であった1万1400系。 新エースカーの各寸法を南大阪線系統の事情に合わせて手直しした車体に当時量産が進められつつあった南大阪線用通勤車である6900系、後の6000系用主電動機、それに専用の制御機や台車を組み合わせた狂気線専用特急車が新たに設計され、まず1965年3月18日の 吉野特急新設に備え、1965年2月7日、春行として、以下の2形式4両に編成が新造された。これにより、定期3往復、不定期3往復での吉野特急の運行がスタートした。なお、その設定経緯から不定期を含む6往復、全列車が、柏原神宮駅で京京特急6往復と1、1で接続するダイヤ編成であった。 この吉野特急も軽京都特急同様に利用が多いことから不定期特急の定期特急への格上げや増発が求められるようになった。このため、京都線系等の特急と同様に既存の二編成をそのまま充当することで不定期特急の定期特急格上げが実施され、予備者としてカモシカ号に用いられていたも5820型を起用するという策が講じられた。 最もっとも、旧式な吊り掛け駆動車かつ低性能であったも5820、型は16000系と同じダイヤで走ることができず、さらに同形式は、比例栄防で、接客設備面でも極端な格差があったことから、早急な増備車の投入が要請された。そこで、予備車確保のため系強特急増発用の18000系。 第2編成とともに1966年3月31日春行として、以下の1編成2両が増備された。この第3編成の春行で、検査時の予備者が確保され、さらに卓客時の増結による4両編成化が可能となった。こうして、吉野特急は、同年4月1日のダイヤ改正で1往復が増発され、定期7往復体制となった。 その後も、特急の増発や増欠が実施されたことから、16000系は1977年までに、以下の4形式14両が順次増備されて9、編成20両の陣用となり、1日6、往復体制でスタートした吉野特急は26000、系、サクライナー春行直前の段階で1日25、往復体制にまで強化されることとなった。本系列は全とも、 近鉄の還元会社である近畿車両が製造を担当している。車種構成は以下の4形式よりなる。編成はも16000型とく16100型を組み合わせた2両編成8本とその間にさ16150型とも1 6千5 0型を挿入した4両、編成1本があり、必要に応じて南大阪線では2.46.8両編成で、 吉野線では、各特急停車駅のプラットフォーム有効庁の制約から2.4両編成で、それぞれ運用される。なお、編成にあたっては16000系のほか、26000系、16200系以外の南大阪線、吉野専用特急車系列も混用される。このため、例えば、大阪安部屋橋を6両編成で出発した吉野行、特急は、 柏原神宮前で2両を切り離し4両編成として、吉野へ向かい、4両で吉野から柏原神宮前へ到着した、大阪安部屋協業特急は、必要に大自動駅で2両ないしは4両を増結し、大阪安部屋橋へ向かうこととなる。上実の通り、大阪線1 1400系を基本としつつ、地方鉄道建設規定に従う南大阪。 吉野線の車両限界に合わせて、最大幅を 2740mm に縮小。側窓幅を 20mm 拡大して 1620mm と、し、屋根高さをやや低く変更したため、窓高さも 50mm 縮小して 700mm と、し、さらに妻面貫通扉窓の上下寸法を拡大した専用設計の 21m 急行性車体を備える。 窓配置はも16000型特16100型が DD8D1D 乗務員扉 D 客用扉数字窓数も16150型が D9D さ万16150型が 1D9D で客用扉は当時の近鉄特急車の標準であった 750mm 幅の2枚折りを備えるまた もう16000型とく一16100系及び差万16150系の車単部客用扉の外に置かれた側窓1枚分のスペースはもう16000型が車内販売準備室く一16100型と万16150型が洗面所、トイレにれぞれ割り当てられている。なお、 さあ16,150型については、吉野保客用扉に隣接したスペースに補助席を4名分設けている。座席は11,400系と同様、シートピッチ 935mm の回転クロスシートで、1977年春行の第9編成のみは当時トータが始まっていた1100系、新ビスタカーからの廃車発生品を流用している。なお、 新造時には全車とも車端部にデッキは設置されておらず、客用扉から直接客室へ入る構成となっている。特急標識は逆三角形の大型1977年春工の第9編成のみは、ホームベース型、工術のものを備え、塗装はオレンジと紺の近鉄特急車標準色である。冷房装置は11400系と同様、 冷凍能力 4500kcal ロロ、H の東芝プー -1103 ユニットクーラーを各社6機ずつ屋根上に搭載している。特急車であるが、主電動機については通勤車である6900系、後の6000系と同一のものを使用しており、波数比も同一である。このため、走行性能は MT 比1、1の6000系と同等であり、 起動加速度時速 2.3km S 平坦線釣り合い速度は時速 125km 33パーミル勾配時の釣り合い速度は時速 71km である。主電動機は設計当時狂気用 WN ドライブ対応電動機として最強を称した三菱電気メガバイト -3082A 端子電圧 340V 時1時間定格出力 135kW を電動車に4機ずつ搭載する。低回転、強トルク特性ながら、高回転時の電気市販作用を、境時に付加した保証巻線で打ち消すことで弱めかい、自制御による安定した高速特性を実現した、汎用性の高い電動機である。端子電圧は 340V 設定であるため、 火線電圧を4等分した、端子電圧 375V 設定で、換算すると、実質的な出力は、約 150kW 相当となる。波数比は92,15である。動輪計が 910mm のため、一般的な 860mm に換算すると、約5.79相当となる。主制御器は、 日立製作所 MMCHTP-10 回電動化無軸式自動加速制御機を電動車に搭載する。電動車が一両単位となり、また特急用で、軌道加速時の粘着性能が特に重視されない、ことなどを考慮し、気増幅機を用いたバーニア制御は省略され、主回路接続が直列制御、厳流一段、抵抗十八段、 堺寺制御5段のみとされるなど、回路構成が簡略化される一方で、山岳線である吉野線で特急運用を実施することから、南大阪専用車両では、初採用となるそもそも即発電ブレーキ、原流1段、抵抗18段付きとしている。台車はすべて、近畿車両製の主利入れ式空気バネ台車である。第一編成から第三編成までは、 ベローズ式空気バネに、超リンク式揺れ枕を組み合わせた、KD-52、も 16000KKD-52A、区 16100K。第4編成から第6編成までは、台車直結ダイヤフラム式空気バネよる KD-69、69も 16000KKD-69A、区 16100K。そして第7編成以降は、 KD-69KD-69A の軸強 2300mmKD-52K も同一から 2200mm に短縮した KD-69B も16000型も 16050KKD-69C 区16100型さ 16150K をそれぞれ装着する設計当時標準の HSC リーデン空併用電磁直通ブレーキを搭載する。パンタグラフはも16000系及びも1 6 5 0系の吉の方に、それぞれ1機を搭載する。このため2両編成の場合は1機しか設けられず、1編成で、最低2機が標準装備の近鉄特急車の中にあって、異彩を放っている。後日の1610系も1機のみ。 1> 第1編成から第3編成までは三菱電機 S-534A を搭載して巡航したが、以後は東洋電機製造 PT-4206 に変更されている。運転台型は柴田式密着連結器、連結面型は棒連結器を備えている。ただし、運転台型については1970年の第7編成以降、 大阪線特急車と補聴を合わせて、電気連結機付きの新型密着連結機に変更され、これは既存編成にも波及している。1977年により、特急標識が増解決時に支障をきたさない、小ぶりなホームベース型の伝承標識に取り替えられた。またこれに合わせて、全面体の可変も一直線から12000系に合わせた形状となった。 第一編成が竣工から20年を経過した1985年以降、内装を中心とした車体更新工事が開始され、化粧板の交換や座席の一斉自動転換式、リクライニングシートへの交換、デッキの新設が順次施行された。ただし、標準機関各線区で運用されている12,200系更新車のような室内灯の間接照明化と照明。 側面行き先表示器の設置は実施されていない。2007年から2010年にかけて、第7編成以降の3編成8両に、ビリ更新が施行された。主な内容は、車体外装や内装材の新品交換、連結面転落防止ホロ設置が中心となっている。同時期に、ビリ更新が施行されていた12,200系では一部のビリ更新車両に座席を、 パケット式、リクライニングシートへ交換した車両が存在するが、本形式では、ビ更新後も従来の簡易、リクライニングシートでお消されている。2015年12月から2016年8月に、かけて16,007回区16,107から16,009回区16,109に、喫煙室設置工事が行われている。喫煙室設置により、 当該部分反対側の窓は埋められているが、行き先表示器の取り付けや座席の交換は行われていない。近鉄では22000系の車体更新を皮切りに2016年以降に保有する汎用特急車両の塗装変更を発表しているため、本形式でも計画が発表された2015年11月時点で在籍する8両が塗装変更の対象を取れているが、 2016年10月に検査出場した16009回から順次、塗装変更が行われている。2013年までに12両の除籍車両、うち6両は近鉄で、2両は譲渡先で、廃車解体が発生している。1997年に後継車となる16400系が製造された際に、第1、第2編成の2両編成4両が、 代替体廃車となり、これらは大井川鉄道へ譲渡された、後日、2002年に第三編成が廃車され、第1.2編成同様を大井川鉄道に譲渡された。2005年1月には第四編成が廃車となったが他社への譲渡はされず、廃車後は1万6000系で初めて解体された。さらに2013年11月24日をもって、第五、 第6編成の2両編成4両が引退し、翌12月までに解体された。なお、引退当日は、両編成を使用したラストラン、撮影会が開催された。2018年4月現在、2両編成2本4両と4両、編成1本の合計8両が在籍し、古市建築に配置されている。1八十一年に一万六千系の造備車として、 二両編成一本、もう一万六千十一区一万六千百十一が製造された。時代背景を考慮して、車体形状など、マイナーチェンジを行ったため、新系列となった。車体と前面は三万系、ビスタカー EE を一万二千四百十系に類似する。2018年4月現在の配置はフル置、古市検尺。 Y11 を使用する、車体デザインは当時製造されていた3万系、12,410系に準じており、全面貫通ホロにカバーを装着し、標識等の形状や全面行き先表示器も同一のものとしたが、側面行き先表示器は設置されていない。塗り分けは1万6,000系と並結した場合の見た目の調和を考慮し、同系と同一とした。 最大幅は 2740mm で16000系と同一だが3万系などと揃えて屋根を高くして12400系と同様の連続冷房装置規制カバーが採用されている。車内設備は内装色や荷棚こそ3万系などに準じたものが採用されたが座席は乗車時間の短さを考慮し1100系の 廃車発生品を流用した回転クロスシートを、モケット交換の上で配置され、シートピッチも16000系と共通で運用する、ことから同系と同じ 935mm、上高口のデッキも当時の16000系と、同様に省略されている。主制御器は、日立製作所 MMCHTP-10、回電動化無軸式自動加速制御器、 主電動機は三菱電機メガバイト -3082A を搭載し、いずれも16000系と同一である。台車は、新設計の近畿車用、KD-89.89A 型、シュリー連式空気バネ台車が採用され、パンタグラフは、下枠交差式の東洋電気製造 PT-4811、型を一機も16011の、 連結面より屋根状に設置している。1997年に座席を1万1400系の廃車発生品を流用したリクライニングシートに交換された。2001年12月にはデッキの設置と車内販売基地の撤去などの車体更新工事が施行され、それに伴う定員の変更が行われたが、客室内間接照明と側面行き先表示器は設置されていない。 2014年8月に B 更新が施行された。B 更新により、区16,111の運転室側後方に喫煙室を設置し、それに伴う座席の全面禁煙化や荷物置き場の移設、喫煙室とは反対側の側面窓封鎖が行われたが、側面行き先表示器設置と全面方向膜の LED 化、座席の交換は行われていない。 近鉄では22000系の車体更新を皮切りに2016年以降に保有する汎用特急車両の塗装変更を発表しているため本形式でも塗装変更の対象とされているが本系列では2016年9月の検査時に新塗装化された塗装塗り分けは先に塗装変更された12410系12413回や3万系3209回に 準拠しているが、行き先方向幕は、従来の白幕で損置された。1981年5月23日、柏原神宮前吉野間で16,011の16,111プラス16,08から16,108の4両で蘇生された。おめじ列車が運転され、第32回全国植樹祭に出席する。 昭和天皇と皇后が16,111号車に乗車した。お飯列車運転に先立ち、御座所の設置や、運転台窓ガラス並びに一部客室窓ガラスの防弾ガラスへの交換など、必要な改造が施された。これが16,000系、1 6六1 0系唯一のお飯列車運転の事例である。近鉄で廃車になった初期製造グループのうち、 1997年に第1、第2編成、2002年に第3編成の計算編成が譲渡された。形式記号以外は、近鉄時代の番号で、大井川鉄道16000系電車として、大井川本線の通列車に使用されている。近鉄時代は、特急表示のあった、電承式表示器部分に、金谷マイナス線等、2014年3月からは、 種別表示に変更との行き先を表示しており、ワンマン運転対応改造に伴う、最前部一列の座席の撤去とトイレ洗面所、車半準備室の封鎖を実施した以外は、塗色をはじめ内外装ともほぼ近鉄時代そのものの状態で運用されている。第1.2編成は、リクライニングしない、回転式シートで、第3編成は、座席のリクライニング機構もそのまま残っている。 上渡当初は急行列車に積極的に使用され、2003年の電車急行廃止後は普通列車の主力として活躍している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。